給付金の不正請求や園児への虐待の疑いのある山形市内の子ども園に対して、市が今日にも行政処分を出すことが分かりました。問題となっている山形市の認定子ども園では、非常勤職員を常勤職員と偽って申請し、昨年度の給付金を不正に請求していたことが指摘されています。 また、理事長を務める男性園長が、園児のおむつを下げるなど、性的虐待行為をしたとして、市が8月、運営法人に改善勧告を出しています。理事長の男性は、性的虐待を否定する一方、不正請求に関する指摘は受け止め、先月末、改善報告書を提出していました。これを受け 山形市はきょう午後、新たな園児の受け入れを1年間停止させる行政処分を出す見通しで、会見を開き、説明する予定です。